来島常義から1889年10月18日は、日本の右翼活動家、不平氏族、テロリスト、畜前教愛好集会、原用者元社員、来島常義行母福岡藩士、来島マたいもの次男として、現在の福岡県福岡市に生まれる。高原の教師塾に学び、検事者、十一学者を経て、1879年4月、 公葉義塾に加入する1883年4月、上京し、中江町民に不都合を学んだ後、筑前共和移行集会や、東山光率いる玄洋者に参加する。一時、小笠原諸島に玄洋者の的の半助、竹下徳次郎と渡り、同地に送られた朝鮮開花党の金玉金と過ごし、朝鮮の政治改革について語り合った。その後、 大隈重信の条約改正案に反対し、現状の日本の国際地位では、この改正案が第一歩として次の改正につながると批判しなかった、原用者を退社。計画には同じく原用者の社員であった月、成光太郎も加わっていたが、老母、歳子を持つ月生の身を欺き、単独で結婚した。1889年10月18日、 外務省からの帰路にあった大熊に、彼の乗る馬車へ爆弾を投げつけた。爆弾は馬車の中に入り、大熊の足元で爆発した。来島はその場で担当で喉を突き違いした。去年29。大熊は命は取り留めたものの、顔と手に化粧、右膝とくるぶしに重傷を負い、右足を切断することとなった。かねてから条約交渉に反発していた閣僚らは、 黒田清隆首相に条約改正交渉の中止を求めた。これにより、黒田内閣は総辞職に追い込まれ、条約改正は頓挫した。来島の死後、石区、広田徳平により、墓碑が寄贈された。また、博多の原用舎墓地にも墓があるが、勝海舟によって、谷中霊園にも墓が建てられた。道母は、その後、遠山三によって建て替えられたが、 当初の墓石もそばに横たえて残されている。後に、友好関係にあり眠り職も共にした。杉山茂丸が、自身の著書、百万の中で、以前、自決することをほのめかすようなことを言ったとある。また、上京することを杉山に告げた際、時期でないと止められたが、林尾之助という人に、杉山宛の手,の手紙を残したまま上京した、ともある。ありがとうございます。